おはようございます。はい、というわけで僕はですね、モンスターハンターナウの動画撮影から逃げていました。っていうのも、もう外でうわーこいつ動画撮ってるやーんという視線を浴びながら動画撮るのがマジできつい。もう恥ずかしくて、ようみんな外で動画撮ってんなって思うんですけれども、でもモンハンナウ結構やってんすよ。グレード8の武器も4本とかも作ったし、動画は撮れないと。でもさ、初めて古竜が実装されたやん、クシャルダワラが。これはいかないかんということで、もういかがなものかとって思ったんで、ちょっと外行きます。いやー、蓋を開けてみるとね、結構気持ちいいわ。外撮影ちょっと恥ずかしい気持ちもありますけど、空気がうまい。もうずっと引きこもってるからさ、頭がおかしくなっちゃうんだよ。こうやって太陽浴びてね、ビタミン D を作っていかないとね。それにしても虫が増えた。虫が、ダンゴムシとかめっちゃいっぱいいるわ。毛虫もいるし、ちょっとこういう場所はもう歩かん方がいいな。俺の虫嫌いが発動しちゃって、なんか人に見られながら声出したくないし、ヒャーとか言って。つうか俺やっぱ太ったな。いや俺太ったよね。リングフィットアドベンチャーとかそういう家でもね、対処できる方法で痩せていかないと。眩しい。はい、そうこう言ってる間についにクシャの元にたどり着きました。かっけー、全然ちげーで、雷が弱点なんだけど、俺の今の防具がこれ、雷強化レベル5、連撃レベル3、回復レベル2、弱点特攻レベル2、ロックオン。もう割とそこそこガチ勢じゃない割には作れてると思うわ。で、武器がカガチの牙3。これね、陣王がじゃないんだって感じなんだけど、まあそんなガチ勢じゃないからもう雷武器作り直そうとは思えんのよな。だからこれを揃せてる。グレード8のレベル2。いや火力は問題なく足りると思う。相手星6だしね。行くぞ。人がいっぱい見てます。まず頭を叩いて、あ、これ2ゲージあるわ。これ何、なんで2ゲージあるの。これ新しい仕様か。 OK、 ここはジャスト回避で居合バッターってさえ、あー無理か。じゃあ一旦あえて当たりに行く。 OK、 大丈夫、出てきそうじゃない。居合バット、これすごいダメージよ。で、避ける。これね、モーション変わるとかそういうこと。でもあと40秒しかない。避ける、うまいな。避ける、クソ。これがジャスト回避になればな。やべ、普通にめちゃ食らう。ジャスト回避、さあもう半分切るよ。切った。え、残り時間が延長されました。そういう仕様なんだ。いやこれもうね、俺撃っちゃうわ。わけわかんねえから技。え、どういう仕様なの。なんか BGM もなくなった。あ、鳴った。え、つかね、画面が明るすぎて普通に見えねえ。クシャが見えねえ。え、もうすでに視界縛りプレイが始まってんだけど、俺今感覚だけで避けてる。イエバットいけるか。いけるんだよね、うまい。凄まじいダメージだ。いける。あ、いけてない。な、何これ、風受けてる。え、俺画面が真っ暗になって本当に見えないんだけど。
このなんかクシャの赤い線だけ見て生活してる今。クシャの赤い点を見て生活してる人もいるんです。ちょっと場所移動しなきゃあかんな。え、マジで見ねえ、もうロックオンもできねえもん。ちょっと待って。うわ、もうやべ、マジで時間ねえ。うわ、やっと見えるようになった。いや、これはもう眩しいところでやった己のあれだわ。もう一回行くわ。え、なんか素材もらえた。え、てかいなくなっちゃった。これ負けたら、あ、そうだ、なんか撃退システムがあるみたいな話聞いたわ。撃退して終わりなんだ。じゃあもう一体探しに行こっか。なんか調べたらね、星6と星8しかいないっぽくて、いや星7ぐらいまでならいけたんだけどな、2分の1になっちゃったの確率が。星3は絶対勝てないんだよ。だからかなり歩かなきゃいけねえわ。行きます。さっきはちょっと暗闇で何も見えんかったが、今回完璧な回見せるわ。うん、もうしわかんねえな。イヤイバットを当てなきゃ話にならない。はい、これだけでだいたい8000ダメージ。まあこっからよ。避けて、やばい、もう下手すぎる、助けて。こっから見せる。よし、普通に避ける。オッケー。このシステム面白いね、2段階システム。あ、こっから大技が来るのか、さっきみたいに。いや、これわかんな。後ろにガーッと下がっとかなきゃいけないんだ。でもなんかあれだね、緊張感あっていいね。さっきより明らかに竜巻を使うようになってるみたいに感じる。やべ、普通に強い。とりあえず貯めなきゃいけない、スペシャルゲージを。死んだらね、なくなっちゃうからね。応急薬1本巻いとこ。単純に強えな、この状態になると。 OK、 ちょうどいい。大技を無敵で回避しながら撃つ。減らねえ。これ本当に星6かよ。いや、もうイヤイバット当てないと結構間に合わなそうだから。やばい、これなんか分かんない。いかん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 。これ突っ込んでくれちゃうのかったっけ。違うわ。 OK、 ようよけだ。くしゃ、うわ、竜風が詰まるわ、当たり前のように。やばい、17秒。嘘だろ。ちょっと待って、強っ。クシャ割強いんですけど。あ、でもレア度5のやつ出たわ。てか鱗ですらレア度3あんだな。皆さん、ひょうです。僕がモンスターハンターナウ用に買ったこの iPhone14、 もう激アツプンプン丸で、ちょっと熱くてラグすぎてもうできそうにないんで、ちょっと次がラストっすね。の前にこのイビル星3大連続資料だね。大連続資料だから実質星4なんだけど、まあ4人ならいけるだろう。まずは頭に鬼人なんとか斬り。うわ、自信が。で、これは避けられないか。え、味方強っ。なんだこれ、ガチ勢が紛れ込んでる。で、
怒ったらお腹柔らかくなるから、お腹に狙いを定めて、これは居合抜刀で決まると。多分外したわちょっとこれ味方強すぎたな。リアド来い、リアド5。さあではラストチャンス参ります。これね、必殺技温存の方がいいわ一旦ね。あの第一形態があんま強くないから。で居合バットを、やべ、あべ、これも落ち着いてで居合バットをずっと当てるイメージ。オッケー、十分減るなこれで。もう一回、よし、かなり紙一重だったな。え、星6なのにめっちゃ強いんだけど、なんやこいつ、とんでもない強さだ。伊達にコリをやってねえな。 OK、 ここはできるだけ殴っていけるだろう。すごいな、いつもの倍あるんだ時間が。で避ける、やばい、避けらんないんだけど。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。でどっかでもうここでいいか、撃っちゃうか、当たるよ。うわー、でも顔面じゃない、竜風強っ。しこれ魂の刺激っていい、いや当たればよしよ。いやーこれ分かんないからもう逃げる、普通に分からんすぎる。あれが飛ぶ合図なのかな、いやー分かんねえ。残り30秒か、ちょっといけそうだけど。え、竜風、え、竜風技あかん、これ味方に毒とかいたら防げる的なあれなのかな、じゃないとかなりきついよな。いやーマジか、ちょっと待って、竜風はつげだかなり。え、え、なんか変なスキルある、光竜の豆腐。竜風圧、風圧を軽減し、氷攻撃性を 10% 増。これ氷属性強化と重複するってことでしょ。え、ぶっ壊れじゃん。いやさすが氷不防具、ちょっと腰おかしいわ。豆腐と弱点とこ両方ついてる。地獄の周回が始まるな。